等確率の原理あるいは等重率の原理は、孤立した平行状態の形について、許される形の状態はどれも等しい確率で現れる、という平行等計力学における作業仮説の一つ。平行系の挙手的な状態は、挙手的な物理量、例えば内部エネルギーや自家の組を指定すれば一つに定まるが、それに対応する微視的な状態は無数に存在する。 逆に、挙手的な測定では、K の微視的な自由度は見えないため、平行形の状態は一つに定まっているように見えることが、経験的に知られている。このことはまた、測定される挙手的な状態量が、K の微視的状態によって大きく揺らがないこと、測定値と期待値の差が非常に小さいことによって保証される。個々の微視的な状態が観測される確率は、 本来ならば量子力学によって基礎付けられるべきものだがすべてのエネルギー固有状態が等確率で出現すると仮定しても、統計力学は熱力学をよく再現することが知られており、等確率の権利の正当性を支持している。等確率の権利は一部の物理学者の間では、統計力学の本質を外していると言われている。本質は、 等確率で混ぜてしまう莫大な個数の量子状態のほとんどすべてが同じ熱力学的平行状態を表すという点にある。つまり、それぞれの量子状態の一つ一つがすでに平行状態を表しているのであって、混ぜ合わせて初めて平行状態を表せるというわけではない。最近、このことが明示的に書かれた解説や教科書が現れている。例えば、 コンピューターシミュレーションの結果、平行状態に達した後は、どの時刻のどの瞬間を見ても、粒子の速度分布は、マクスウェル分布になっている。これは各瞬間瞬間の状態が、たった一つのミクロ状態であり、かつ、平行状態になっている証拠の一つである。それにもかかわらず、等確率の原理が間違った結果を与えない理由は、いわば赤いものを、 たくさん集めて混ぜてもやはり赤いからである。等確率に現れる莫大な個数の量子状態それぞれについてマクロな物理量を計算したらほとんどの状態が同じ値を持っている。そのためこれらの量子状態を混ぜ合わせてからマクロな物理量を計算してもやはり同じ物理量の値を持つわけである。つまり等確率の原理を採用しても計算結果は間違わないが 本質は外しているのである。等確率の原理に基づく確率モデルは、あくまで平行状態のマクロな性質を記述するための理論的な方便に過ぎない。現実の平行状態が確率によって用意されているとか、等確率の原理に正確に従っていると考えるべきではない。我々は平行状態をマクロな物理量に対して定まった値を対応させる装置と捉えるが、 等確率の原理に基づく確率モデルは平行状態のそのような側面だけを再現するように設計された装置と位置づけるべきである。等確率の原理によって孤立した平行形におけるエネルギー固有状態の確率分布、すなわちミクロカノニカル分布が定義され、ミクロカノニカル分布から熱欲との相互作用がある場合についてカノニカル分布が導かれる。 等確率の原理を力学によって基礎づけようとする試みとしてエルゴード理論がある。ありがとうございます。